皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせております今期2022年秋アニメ海外キャラクター人気客ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回第8週目の海外キャラクター人気客トップ10ということで、いつもでアニメトレーニングさんの3部門ですね、女性キャラ部門、男性キャラ部門、2人目それぞれのトップ10順番に紹介していきたいと思います。というところで、やばいよなってますねもうびっくりしましたね、今回ランキング見て。まあ、あの作品の無双が止まらんというか、というところで、まあ、どの部分でね、非常に面白い感じになってますよね。ぜひ最初から最後までお楽しみいただけたらと思いますが、ちょっとこれはもう異常事態レベルかもしれない。はい。では続く、まず女性キャラ部門トップ10から紹介していきます。それはですね、こちらというところで、ぼっちちゃん3週連続1位、おめでとうございます。で、まあ、ぼっちちゃんが1位っていうのはね、まあ、すぐ分かるところなんですけど、ちょっとこのランキング見て気づくことないですか。見ました皆さん。3位北いくよちゃん、第5位いじちにじかちゃん、第10位山田りょうちゃん、なんとボザロ4キャラ全員ランクイン。もう2人ちゃんとかヒロイさんとかもランク入ってきてるね、店長とかも。そんなランキングとかすごくないこれ。主要4から全部ランクインってやばすぎん。しかもさ、りょうちゃん10位ですけど、3位5位でね、北ちゃん、にじかちゃん、まあ、にじかちゃんね、3ランク下がったのちょっと不服というかまあ日付的にもね、最新版の評価だから江ノ島エスカーのが入ってるからね、まあそれはあのボキタがね、すごい目立ってたかなって感じしますね。納得ですけども、北ちゃん、まあ、前回ね、にじかちゃんがね、1位、ってか前回もすごかったね。だってボザラで1位2位取ってやばとか言ってたんですけど、ついに全キャラ入ってきたというところでね、まあ、やっぱ僕はにじかちゃん推しですんで、まあ、こういう面では今回5位なのかね、まあ、もっと上にもいいぞとか思ったりしますけども、いや、これすごいな、マジで。まあ、ボザラはね、最近アニメトレーニングはその作品でもランキングずっと1位取ってるんですけど、キャラクター演技もいよいよすごくなってきたなっていう、ところでね、やっぱ本当に魅力的ですからね、ボザロのキャラクターって。やっぱすごい一癖も二癖もあるんだけど、めっちゃ魅力的なよね。笑いもあれば可愛さもあるし、なんかちょっとグッとくる要素もあるじゃないですか。いやー、でもこれはねすごいね、本当に。そう、各作品やっぱね入って2キャラぐらいだと思うんですよね。っていう中で4キャラってのもちょっとえげつねえなって感じがしてます。の作品で1位取ってもね、やっぱ2キャラぐらいですわ基本的には。っていう中でちょっとやべえことになってるなと思います。はい。第2位が、スレッタ・マーキュリーという子ね。罠が上がって2位という子ね。スレッチャーもいいですね。でも海外人気もめちゃくちゃ高いですね。そう、まあ、アニメトレーニングランキングもね、ボザロでガンダムだから、そうそうそう、ボザロ1位、ガンダム2位なんで、まあ、そこがそのまま出てるのかなって感じはしますよね。第4位がミオリネ・レンブランという子はね、ミオミオ、やっぱガンダムもすごいね。このやっぱスレッタ・ミオミオコンビがやっぱめちゃくちゃ人気ですよね。でもこれは国内でもそうで、この二人のね、関係たまんないし、ガンダムもね、めっちゃ魅力的なキャラばっかなんよね。っていうのも、でもやっぱガンダムはこの二人やっぱ強いよね、明らかに。こう、バーンって来てますよね。っていうところですけど。あと、お母さん怖いな。もうこれは、この、女性キャラに入ってこないと思うけど。4位となってます。2週連続4位と。で、第6位が2週連続、ヨルさんというところで。ヨルさんが6位って、このレベルの高さよね。どういうレベルです。アーヤちゃん入ってねえしね、今回。第7位が2ランクダウンもパワーちゃんっていう。パワーちゃんとマキマさん。だからチェーンソーもね、2人入ってんすよね。そう。だガンダム2キャラ、チェーンソーも2キャラというところね。ボザルが4キャラというところで。コンテ結構偏ってますね、そういう面ではね。そう、いろんな作品があるっていうよりは結構作品の強いのでバンバンバンって入ってるっていう感じがしますよね。普通だったら票数割れるんでしょうけど、やっぱ絶対数が多いんですよね、多分明らかにね。マキマさんのやっぱ意外とね、低い順位かなって僕は思ってるんですけど。違いますかなんか前回これ言ってたらね、マキマさんがこういうランキング上に来るキャラじゃねえんじゃないかみたいな話は聞いてますけどね。パワーちゃんもね、また順位上がってきた気がしますけども、7位と。マキマさん2週連続8位。で、ルキアがワンランク上がって9位というところでね、まあ、ルキアもっと出番があれば単純に順位上がってくのかなって感じはしてます。はい。どこですかね。ボザロがなんと4キャラランクトップ10入りました。おめでとうございます。はい。では続いて男性キャラ部門のトップ10紹介していきたいと思います。それはですね、こちらというところで、デンジ2週連続1位というところでね、チェンソーマン、なかなかね、作品人気でアニメトレーニング苦戦してはいるものの、男性キャラ部門ではデンジが1位、アキくん2位というところでね、
1位に取ってきましたというところで、まだ今回特筆すべきはね、ブルーロックのキャラが3キャラバーンって入ってるんですよね。8、9、10ですけれども、うん、そう、イサギ、チギリ、バチラというところで、めっちゃかっこよかったからね、これらね、彼らね、うん。ブルーロックもね、後半バーンってまた上がってくる可能性はありますよね。うん。第3位、ロイド・フォージャーという子ね。ワンランクダウンも3位。第4位がモブ君、2週連続4位。第5位がシド・カゲノ、ワンランク上がって5位。第6位、黒崎一護、3ランクダウン6位と。いうところでね。あ、ブリーチについては、まあ、そうですね、そうそう、1号の出番っていうのはね、ちょっとま、減ってくんで、こっからは。てか減ってるんで、実際ね。まあ、そういう面ではちょっとランク上がりづらくなるのかなと思いますけど。でも、デンジがやっぱ1位なんよね。そう、アキくんが2位っていうのは、ちょっとここは意外というかね、感じはしますけど。まあ、アキくんもでも5ランク上がってきたんで、ね、そういう面ではいいですよね。はい。で、モブ君もやっぱ人気ですし、レイゲン市長もね、人気というところで、うん。まあ、もうせいかやっぱ先人気にも引っ張られてるところはあると思いますけどね。なかなかやっぱ国内だとこのランキング見れないなって感じ。そう、デンジ、アキくん1、2なんて全然見れるよ、多分ね。まあ、多分国内だったらアキくんが1位なんでしょうけど、うん。でもこれは海外ランキングならではですね。モブサイクルが入ってくるんだね。そう。でもブルーロックもやっぱ人気がこう見えてきてるっていうところでね。これは今後ランキングも期待なのかなっていう感じはしてますけど。今季どうなんだろうね。まあ、アキくん、だからチェーンソー内で入れ替わる可能性はあるけどね。単純にチェーンソー以外のキャラが取ることはまたあるのかっていうのはちょっとわからんですけどもね。あ、今でも依然として非常に楽しみだし、ブルーロックもね、ガン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 食い込んできてほしいなっていうのを思ってます。はい。では最後ですね、2人組のトップ10紹介して以上となります。それがですね、こちらというところで、ジロー・アカリペア再び1位というところでね、先々週ですね、ついにこの風恋のペアが1位取って、うわーっと盛り上がってね、最近マジで風恋おもろいんですよって話をしてたんですけれども、そうそう、前ね、そう、6周目の時5ランク一気にバーンと上がったんよね、うん、っていうところで、で先週はね、みよみよスレッタが1位取るというところで、まあ、それも盛り上がったんですけど、まあ、今週はね、みよみよスレッタが2位になって、ジロー・アカリが上がったというところでね、みよみよ、でもすごくないこれ、なんか、そう、今週の感じ見せたらね、みよみよスレッタの方かなと思ったけどね、こう、ジロー・アカリが勝ってきたという、いや、ここもでもね、やっぱすごいよね、もう見ててさ、キュンキュンしちゃうというかさ、まあ、アカリちゃんのこの可愛さもまたやばいわけですけどね、1位取ってきました。第3位はアタルラムという。アタルラムもね、やっぱうるせえやつらなかなかランキング最近入ってこないわけですけれども、この2人組の人気という点ではやっぱ高いですよね。3位と。第4位がクラウド、アイリーン。第5位クリストファー、エリアーナという。ここもね、悪役令嬢と虫かぶり姫も非常に人気ですよね。そう、意外とやっぱね、この2人組も作品人気では、なかなか上位に来れない作品がね、こう、入ってきてるという。まだこれも面白いのかなっていう感じはしますよね。そう、女性キャラモンとか男性キャラモンどうしても作品人気に引っ張られてんじゃないですか。で、まあ、この二人組もは単純にその主人公ヒロインみたいなさ、そういう関係性の作品が上に来やすいってのはあると思うんですけどね。うん。また面白いですね、いろんな作品があってね。第6位、新一花が2ランク上がって6位というと、ここもいいですよね。第7位、ロイド夜というところで、なんでこれこんな下がってくんだ、おかしいな。4ランク下がって7位というところ、ちょっとここが悲しいところですけどね。はい。まあ、とばりさんがそうそう入ってくるかもしれないね。はい。第8位が、高春樹節というところね、ワンランクダウンも8位という、ここの関係性もすごい好きですけどね、下がってきちゃってますね、8位と。第9位が、シド・ローズ、第10位がシド・アレクシアというところでね、この影の実力者がね、ここに来て一気にこう2つポンと、この2人組は基本的にね、1作品の中で 2ペア入ってくるってなかなかないんですけど、まあ、9、10位とはいえね、こうやってランク入ってきてさすがだなっていう感じはしてます。はい、という感じで、今回の本期2022年秋アニメ第9週目の海外、第9週目、第8週目の海外キャラクター演技、各トップ10の紹介は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございます。ぜひね、皆さんの声で、ランキングに対する感想ですか、皆さんの一押しのキャラクター、2人組なんかもあったときに、コメント教えてください。でですね、また個人的可愛いキャラランキングとかは、今週ぐらいかな、今週、来週かにはね、あげようかなと思ってます。主題歌ランキングもあげようと思ってます。そちらも、お楽しみにお待ちいただけたらと思います。ぜひね、この機に、チャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いしますというところで、もうボザラがすごいね、女性キャラは4キャラ入ってきたという中で、男性キャラもは、ね、チェンソーが1位に取ってきた。2人組もは、このミオミオスレッタ押しのけでね、ジロー・アカリが入ってきたというところでね、この2人組もね、ボザラのキャラが入ってきてまた面白い感じがしますけど、僕はボニジ推しですがね、はい、まあ。とはいえ、ここにいるキャラクターたちも非常にいいですよね。まあ、今後もとも非常に楽しみだなと思います。はい、という感じで、今回の動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。